まどかさん、対戦よろしくお願いします。テラピーハッサム。まあ、これは、ガリかな。いや、サンダーコラインならさ、ルカリオがめっちゃ刺さってるんで、ルカリオでいいんですけど、いや、ガリだな。うん。ガリットモンスターだな。どうしよう。ゲンガーからでいいか。ゲンガー、ガリモン、レボルト。いや、ステロは欲しいな。ステロはいるから。いや、いや、ステロいらないか。ステロいらねえかな。別になんとかなるか。ゲンガリレボでいいか。おい。対戦よろしくお願いします。初手なんですかね。まあ、ランドロス、オア、ラティオス、かなーって感じ。ランドスイ君プラス、ランドスイ君サンダーってあんのか選出として。ランドスイ君サンダーってあんのかな。と、ここは、交代読みを兼ねて、一番一貫してるシャドーボール打ちます。まあ、多分トンボ狩りだと思うんだけどな。誰だろう。まあ、でここトンボから入ってきたってことは、まあ、ちゃんと、受けれるやついるってことだから。あ、スイ君。で、このスイ君が多分5つ目ですね。でも、この2枚だとな、個人的に言わせたら、レイジューボルトロスで一気に崩されるんだけどな。シャドウボー、D 下がんない。ここ、瞑想されると、いや、でも5つ目だよな、このスイ君。5つ目だと思うんですよね。ヘドバック打ちます。引っ込めの、これランドロスかな。アランドか。これ、畑落とす撃たれてもいいですね。畑落とす撃たれたら、ガルーラでグローパンチ打ちに行きます。シャドボかな。雪崩は耐えるんじゃないの。雪崩一発耐えるぞ。これ動くかどうか。お、いいね。偉いね。効果で撃てばよかったってなっちゃうんだけど。落ちないかな。まあ、これは構わない。いや、ここ秘密でいいかな気はする。その、グローパンチは、いや、グローでいいか。グロー打ちます。食らえ。メガシンか。お見舞いしてやるぜ。これが犯罪者パンチ。勝つための一撃。勝利するための一発。急所。やっぱ気合い入れたせいか9射当たりましたね。まあ、これ5つ目はもらっても OK。いや、ラスト試合って感じだな、ほんとに。いや、馬車かな、秘密で。だ馬車だとね、結構しんどいっすね。スイ君下げの、まあ、ランドロス。割とこれは読める対面だったんで、グロー打っても良かったんですけど、ラストが馬車だった場合、多分、スイ君切って馬車で展開してくるってパターンになるかなと思ったんで。いや、でもそれはないか。ラス1僕まだ見せてないし、ファイヤローの可能性考えたら、スイ君は残し、この、相手的には残し、あ、でもここでスイ君ってことは絶対ラスト馬車じゃないな。犯罪者の力。落ちると思うけど。A1 段階上がってるし。よし。ラティオスか、これ勝ちですね。不意打ちの恐怖に怯えろ。はっ。対戦ありがとうございました。じゃ、そろそろルカリオ出したいんだよな。いや、ルカリオ出したいんだけどな。ルカリオ、あー、でもこれいけなくもないか。でも、ボーマン内には基本的に、ルカリオ腐るんで、ボーマン内に対して。まあ、レートパンチとか持ってたら話は別なんですけど、あ、僕のやつ持ってないんでね。ボーマン内に対しては腐ることが多いんで、こういう時は、ガルーラの方を出してくるんだけど、まあ、ルカリオ出していけなくもないか。ルカレボでいけなくもないな。ルカレボ、ゲンルカレボか、カバルカレボのどっちか。いや、せっかくだし、ルカリオ出すか。出したいっていう理由で、まあ、選出するってのも、まあ、おかしな話なんですけど、まあ、ゲンルカレボでいきます。
若干っていうかだいぶヒートロトムが重いか。いや、ヒートロトム重すぎ問題だな、これは。カバルドン出しといた方がいいな。でも、相手のガブリアスがタスキっぽいんですよね。タスキガブだった場合、ガブリアスに対してはゲンガーとガブリアス合わせといたが、楽だから、いや、カバルかレボにするか。マリルリか。マリルリか。ラムとかだと美味しくないって展開になっちゃうんだけど、原太鼓から入ってくるってこれあるか。いや、あるな。原太鼓から入ってくる可能性。全然あるな。あくびから入ります。ラムは警戒しません。滝登り。滝登りだったら、ステロから入ればよかったですね。ってなっちゃうんですけど。あ、いや、じゃなくて、滝登りだったらステロから入るべきだった。ガブ、ガブも、ラムは警戒しません。相手の持ち物を、からラブという持ち物を排除します。でここステロ巻きます。でガブはタスキの可能性がめっちゃ高いんで、ステロ絶対巻いてきたいんで、オッケーラブじゃない。でここでマリルリバックしてくるのは別に構わない。でステルスロックで、おそらく滝登り型か。で8番機の火力ではないけど、滝登りジェットじゃれ太鼓かな。登り滝登りしぐってこねえな。で、ここ、まあ、レイジューボルトロスから入るんですけど、いや、裏次第か。ここは積みに行きます。畑落とすがあったら積まないんですけど、畑プラスジェットで、まあ、オボン発動せずに殺されるから、ただここは、積む。ここ、原太鼓を押してくれる人がいたら、まあ、強いですね。でも原太鼓、高速移動を警戒するなら割と原太鼓安定の場面なんだよな。僕が高速移動レイジューボルトロス警戒するなら、こう絶対、お、いいね。誰？ナットか。あ、そういう戦術か。ナットに対してルカリオを投げたとして、いや、ここ気合玉で攻めるのはさすがにちょっと、勝負仕掛けるの早すぎる気がする。だからここは、ルカリオチェンジかな。ルカリオに下げます。で多分レイジーボルトスの高速移動まで見せてるんで、ジャイロ8巻かな。いや8巻じゃない、レボルトの高速移動まで見せてるんで、多分ナットレイは取っとくはず。だこの段階で多分、あ、捨てんの。え、捨てんの。インファくたばれ鉄くず。ナット取っとくかなと思ったんですけどね。ゴチゴチメット、どうしようかな。周りから入ってきた場合、あ、これマジで迷うな。いや、バレット、いや、ここインファでいっか。別にインファでいいな。ここジェットで、ここ割と問題だと思うんですよね。高速移動、さっきも言ったように高速移動に対して原太鼓合わせられると負けるんですよ。でガブも見せてるから、相手多分ここジェットは打ってこないはず。高速移動を警戒するのは絶対太鼓打つ場面だから、ジェット打たねえと思うけど、どう。よし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 、オッケー。で問題はあとはガブの持ち物次第って言ったところかな。くたばれ。よし、オッケー。対戦ありがとうございました。マカヒキさん、対戦よろしくお願いします。お、いいね。あー、でもこれは、いや、これルカリオやな。これこれルカリオ出しやすいっすね。めちゃくちゃルカリオ出しやすい、出しやすいな、ルカリオ。どうしようかな。とりあえず、ルカリオは確定でいいとして、まあ、レイジューボルトースも確定かな。ガブリアス、相手の水君ガブリアス、まあ、一回、やす、どっちだろう。ルカリオとレイジューボルトースも確定でよくて、残り一匹をそのゲンガーにするか、まあ、カバルドンにするかで、まあ、迷ってるんですけど、まあ、ウルガモス考えたらカバルドンなんだけどな、まあ、割と汎用的に仕事できそうなのは、
いや、カバルドンかな。ステロ巻いときたいしな。ステロ巻いときたいよな。うん、カバルかボルトで対戦お願いします。クチートはね、選出してほしくないですね。僕のパーティーなんか対戦相手によるんですよね。なんかクチートを信頼してる人はクチート出してくるんですけど、なんかこっちのファイアローとかカバルドンあたりを警戒してくる人はクチート出してこないんですよね。なんか僕的にはクチート出されるよりはガルーラ出された方が楽に対処できるんですけど、どうだろう。ガルーラ、これはあくびから入らざるを得ないですね。あの僕のカバルドンがゴツゴツメットとか持ってた場合は別にステルスロックから入れるんですけど、ステミとゴツメのダメで削ればルカリオの先制技圏内に入るんで、別にゴツメでもいいんだけど、多分この人対戦したことあるな。パーティーが前見たことあるんですよね。でここメガ進化して猫ダブ打ってくるってことはゴツメじゃないっていう確信があるから、多分対戦したことある。で僕の記憶が正しかったら多分スイ君はカゴの実じゃない、確か。レートパンチ、あ、ガルデー突っ張か。ラブねえ、持っててよかった。ラブの実持っててよかった。ラブの実あくび、ここ吠えるかな。いや吠えるかな。一回岩石封じ打つのもありか。ここ吠えるしてガルーラ流してもいいんですけど、ステルスロックを僕巻いてきてんですよね。あ、いや違う、待てよ、相手がここあれか。いや、ここステロでいいのか。ここステロでいいんか。ガル下げ。スイ君、確かカゴじゃなかったと思うんだけどな。ステロ。で。でここレイジューボルトロスで積みに行ってもいいんですけど、レイジューボルトロスで積んだところで10番で残念ながらスイ君確定で落とせないので、ここルカリを出します。ここも勝負だから、ここ余裕で剣舞積みに行きますよ。僕ここは余裕で剣舞積みに行く。勝負の一手。吠えるとか持ってるかな。熱湯で焼けなかったら多分ほぼ勝ち。チョイン、お前さあ、お前はさぁ、お前お、いやこれスイ君の熱湯でさ、やけどしてなかったらさ、絶対ルカリオとレイジボルトだって壊したんだって。相手のガブリアスがスカーフだったとしても、うわくそマジでおちんちん、おちんちんハリケーンとボルトロスで、くそー、ボルトロスから入るべきやったのが、高速移動でボルトロスから入るべきやったのが、これこいつも火傷したらマジで救いようないですね。急所、いやマジでだるいな。いや急所、いや10万でここ10万打ちます。いや急所はだるい急所いやこれ猫のあれが入るぞ、猫の、ね、猫騙しの、ここ急所当たってなかったらお盆込みで、絶対ここガルから入ってくるのは確定だから、いやこれ急所絶対有効だろ。ガル、あの猫レイパンだから、あの確実に不意打ちはないと思いますね。猫セミレイパンみたいな型だと思う。猫、うわこれ無理じゃん、え無理でしょこれ、
え、無理でしょこれ。はい、で、で下げて、あ、ラストがガブだったら残しとく意味ないから、あ、下げてくると思うんですけど、気合玉で。よし、いけるいけるいける、吹き飛べ。やっぱ信用できるのはボルトロスしかいねえわ。ガブオッケー、ヤチじゃなかったら勝ち。ルカリオとかマジあいつ信用できねえ、ゴニモンスターなんだけど。ネザバ、対戦ありがとうございました。